それってあなたの感想ですかね。ありがとうございました。すいません。待ち構えるは5体の最強ハンターたち。このハンターから論破王ひろゆきは逃げ切ることができるんでしょうか。果たしてひろゆき、論破王とそしてハンターの戦いの行く末はどんな結末を迎えるんでしょうか。派手な服じゃない。さあ今ゲートが開きました。ひろゆきが向かっていきます。一歩一歩とこの 70m そのコースの中へとひろゆきが入っていきました。意識してもしょうがないですからね。早く駆け抜けるだけですからね。体を温めながらというひろゆきです。さあ一歩一歩とハンターの元へと近づいていきます。待ち構えるは5体の最強ハンター。このハンターから論破王ひろゆきは逃げ切ることができるんでしょうか。さあこっちからいってどうかその威圧感に押し戻されるような形になっているんでしょうか。10万円でいきます。間の10万円分かりました。やはりここは予告通りというところ。最も賞賛の高いであろうその10万円を選んでいったロジカルモンスターのひろゆきです。さあいよいよひろゆき対ハンター、その戦いが幕を開けます。今シールを剥がしました。さあひろゆきが